小坂里山古墳は、岡山県岡山市北平山にある古墳。形状は、前方後円墳。史跡指定はされていない。円墳としては、全国で第三位の規模の古墳である。別名を、作山古墳とも、岡山市西方の山裾の丘陵端に築造された、大型円墳である。墳形は、円形で、作り出を伏す。 噴球は3段蓄生で、作り出部分は2段蓄生。直径は95メートル、作り出まで含めた、噴球長は108メートルを測り、円噴としては全国第3位の規模になる。噴球表面では吹き石、埴輪が検出されている。噴球周囲に残る4つのため池は集合の名残と伝えるが、詳細は明らかでない。主体部の埋葬施設は不明。 この小坂山古墳は古墳時代前期後半の4世紀後半頃の築造と推定される。前期の円墳としては全国で最大規模になる。紀々地方の前期古墳としては小坂山古墳以前の築造になる小野江社山古墳、中山茶臼山古墳が知られるが、両古墳が紀々の中山の山上に位置して海を望むのとは性格をことにする点が注目される。 なお本古墳に皇族する主張簿としては、坂田道山古墳、造山古墳と続く系譜が推測される。注釈出典。ありがとうございます。